はい、それではね、今回は先ほど言ったね、このオリジナルマークシートの使い方のお話です。ね、オリジナルマークシートは1個前の動画、イントロダクションのところに授業資料としてついているので、それをね、印刷してから、まあ、この話をね、聞くようにしてください。はい。で、このマークシート、もしかしたらね、僕の授業を他に続けたことある人は使ったことがあるかもしれないです。まあ、なんですけれども、まあ、一応ね、まあ、説明ね、一個一個のカリキュラムでしていこうかなと思います。はい。で、オリジナルマークシート。まあ、こっからね、こっち行くかな。この、ここから左の部分、こちら側の、右か、皆さんから見て右側のね、こちら側の部分のところっていうのがね、まあよくよく見るマークシートの形式ですよね。まあなんですけれども、このね、左側になんか丸×っていう印がある。これ何やと言うと、まあ、これ使い方説明していきますね、今から。まあまずじゃあ、例えば、第1問の回答番号1番の問題。答えがね、まあ1番だ。ね、これは間違いなく1番だと思ったらね、まあお前、ね、もうこれ1番マークするじゃないですか。皆さんね。ぐりぐりーと。で、間違いなく1番だと思ったのであれば、丸しといて、ここに。で、次。第1問の回答番号2番の問題。これは、わからんな。多分3番かなと思って3番丸した。そしたら、ここ、×入れといて。で、次。次の問題。第1問の回答番号3番の問題。多分2番かな。そしたら今多分だったからね。やっぱり×入れるんですよ。で、回答番号4番の問題。絶対4番や。絶対4番、絶対4番と思って4番入れたら、まあ丸しますよね。っていう風にして、絶対に1番だと思った。多分2番、あ、多分3番だと思った。みたいな感じで、これ絶対と多分に分けてるのね。実際の試験の時は別に多分でもいいじゃないですか。多分でももしかしたら当たるかもしれないからね。まあなんですけれども、まあこういうね、練習の時はね、ちょっと多分っていうのもね、と絶対と思ったやつはこうやって分けて、後でね、回答見、採点した時にね、あ、多分で合ってたのか、絶対で合ったのかっていうのをチェックできるようにしましょう。はい。で、採点の方法ですね。採点の方法。採点の方法ね。まあそれは普通に。絶対に1番だと思って。で、これ1番。合ってたよ。よっしゃー。オッケー。って感じで、まあ、これ、例えば2点の配点だったら、プラス2点するわけですよ。ね。よっしゃー。あと2点獲得。で、次。多分3点かな。あ、3番や。多分3番かなと思って3番丸した。これ、合ってたとしましょう。ね。3番合ってた。テスト本番の時はいいよ。多分で選んで合ってても。でも、練習の時はね、多分じゃダメですね。ね、多分じゃダメ。絶対的な自信を持ってほしい。ね。なので、多分でやってね、合ってた時はね、あ、これは、ああ、ちょっと記憶が曖昧だったんだな、っていうことを反省して、ここはね、もう、プラスマイナス0点です。1点も上げません。ね。で、次。回答番号3番。多分2番かなと思って間違ってた。そしたら、これは多分2番だと思って間違ったのであれば、ね。で、答えはまあ実際は4番だったとしましょう。ね。まあそうしたら、まあ多分だと思って、まあ知識がね、足りてなかった。まあこれからね、頑張って知識入れたらいいということで、まあやっぱりね、ここプラスマイナス0点。はい、じゃあ次。次の問題ね。絶対4番だと思って、絶対4番だと思ったのに間違えた。答えは2番だった。そしたら、ね。これは、仮に3点の問題だったとしたら、ね、マイナス3点してください。へえ、点数引くんですか？引くんです、ね。絶対だと思って、間違ったのであれば、これは記憶としてね、その知識とか、ね、考察とか、ね、に関して、明らかに間違ってたわけです。絶対だと思ってやってるのに間違えたわけですから、自分に戒めるという意味でも、まあ、マイナスして、ね、点数下げて、ちょっとね、自分にダメージ与えてください。ね、センター前でダメージ与えるのはね、本当はね、あまり、ね、ダメージ与えすぎるときついかなと思うんですけれども、やっぱりね、最後の最後の追い込み、ね、もうここで間違えた、間違えたやったらね、もうその時に覚えればいい。ということで、まあね、ちょっとマイナスして、自分ね、まあ、負担をかけるようにして、で、意識をね、その間違えた問題を意識できるようにしときましょう。はい。ということで、オリジナルマークシートの使い方はこんな感じ。ね、採点の仕方もこんな感じ。絶対だと思って合ってたら、点数を上げて、絶対だと思って間違ってたら点数引く。で、多分だと思ったやつはもう当てても間違ってても結局0点だというふうにして採点してあげてください。はい。まあ、採点方法のお話まで、まあ、今回はしました。はい。で、実際に、ね、この授業のところの授業資料のところに、ね、
これ皆さんに解いてもらうテストがついていますね。生物基礎であればセンター生物基礎ファイナルチェックテストで、生物の方であればセンター生物、ファイナルチェックテストと書いてあるね、まあ、表紙に書いてあるね、やつが入っ、書いてあるね、テスト問題ね、テストさん、テストのね、冊子をね、この授業の資料のところにつけているので、それをね、皆さんぜひね、自分で解いてみて、で、その後次のね、この次の授業、第1問の問1番、第1問の問1番のところに、回答、ね、回答番号とね、採点を書いた表をね、バーって書いてありますから、ね、それを見て、で、自己採点して、で、まあ、間違った問題とか、ね、多分だった問題とかっていうのをね、まあ、しっかりとチェックしていてもらったらいいかなと思います。はい。それではね、実際にテストを解いていってくださいね。センター生物基礎の方。基礎の方は30分で。まあ、できれば25分ぐらいで解いてほしいですけど。ね。で、基礎ついてない方。まあ、専門の方ですか？の方は60分。まあ、できれば50分ぐらいで解いてほしいですね。っていうぐらいの感じで、皆さんやってみてください。はい。それではね、実際に今からテストやってみてくださいね。テストやって自己採点してからね、まあ、授業でお会いしましょう。はい。それではテストへどうぞ。